ごめんなさい。皆様に嘘をついてしまったことを心からお詫び申し上げます。そうなの、私のストーリーモードをプレイするのはもう少しだけ待ってもらうことになっちゃった。待って、じゃあいつなら遊べるようになるの？2週間後です。2週間？私を怒らせたことを後悔させてあげるわ。大変よ、レバイアさん。名前がマリー 300% になってるわ。これはヤバい感じね。お嬢様、どうやらそのようですね。これは下々の言葉で言うところのフルボッコの予感。ゆっくりしていってねって、いくらなんでもゆっくりしすぎでしょ。明日から本気出す。わあ、もううんざりよ。次回予告。はーい、私フィリア。未来を崩壊させる過去の悪夢。果たしてスクイグリーの決断は運命の流れを変えられるのか、それとも過去の過ちを正すには100万年早いのか。そして神秘と不思議に包まれた謎のライバルも登場。とってもミステリアス。次回、スカルガールズ。悲しい悪夢の遺産。歌姫の名はスクイグリー。見逃すなよ。じゃねえと奥歯ガタガタ言わせたのからだ。おーおー、こらサムソン、やめなさい。